アメリカ政府系のラジオフリーアジアは中国で今月総人口のおよそ18%にあたる2億4800万人が新型コロナに感染したとする中国政府の内部資料が流出したと伝えましたラジオフリーアジアによりますと流出したのは今月20日に開かれた中国の国家衛生健康委員会の議事録です。議事録でででは、は、今月1日日から20日までに、中国では 人人口の18%ににたたるおよそ2億4800万人が新型コロナに感染ししと推定しています。中国政府は20日の感染者を3049人としていますが議事録によりますと20日の感染者は推計で3700万人に上ったということで中国政府の発表が感染拡大の実態と大きくかけ離れていることが改めて浮き彫りとなりました。